前回のあらすじ、ポケモンバトルロワイヤル開幕。じゃあ、ナオハ大丈夫ー。いや、うなき。ごめんね、ナオハ。疲れちゃったよね。いやー、勘弁してくれー。あれだけ申し訳ありません。あん。こっちから変化ができるの、アイビ声が聞こえたぜ。どこどこどこですかな、アイビ声の持ち主は。かっこいいのよ、ブラザー。ゲームのやつこんなところで抜けてやがるぜ。ほんとっすね。モンスターと間違われて攻撃されちゃったんすかね。そんなことよりアイビ声の主を探すのが先決っすよ。主の窮地よりもそっちの方が優先なんか。当たり前ですぞ。主の理解のチャンスなんですぞ。ナオハ、もう一踏ん張り。お、この声は。聖母小石殿じゃありませんか。いつぞやのパーフェクトロリータの子も参加しとったんやな。リッチリリリーダルチ、久しぶり、元気してた。さすが聖母小石様、敵である我のことも気遣ってくれるその心の広さはまさしくマリアナ海溝。なぜ我は小石様ではなく鬼の霊夢のポケモンになってしまったのか今も夜な夜な食えるばかりですぞ。いや待てよ、これは絶好のチャンスでは。ここで忠誠心を証明することさえできれば。おいブラザー、我のこと紹介してくれへんか。我もこれを機にお近づきになりたいねんな。な、何をするんや、ブラザー。すまねえなー、兄貴。今日から我は小石さんのパートナーですぞ。何が何だかわかんないけどラッキー。次回へ続く。